健康生活チャンネル。このチャンネルでは健康についてお悩みのあなたに健康な生活を送ることのできる体づくりのための方法などをお伝えします。はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ファスティング2日目ということでですね、私は昨日ファスティング2日目を終えて、今日がファスティング3日目の朝になります。昨日はですね、少し1日目よりも少しだけ硬いものが取れるようになりますので、昨日は薄味の味噌汁ですとか、あるいは野菜の煮物とかですね、あとは、リンゴを食後に食べたりだとか、あとは納豆とかお豆腐とか、そういったものをいただきました。ファスティングでやっぱりその食べない期間が長いからですね、その間固形物取れないので、やっぱりその固形物を食べられることってものすごく幸せだなというふうに感じた一日になりましたね。私もともと食べるのが大好きだからですね、昨日はすごく、少し硬いものを取り始めて、すごく幸せな、気分を味わったところでした。はい、今日はですね、ファスティング、違いますね、回復食がファスティングにおいて最も大事な理由ということについてお話ししていきたいと思います。回復食がなぜ大事かというと、腸内環境をですね、改善する期間度というふうに覚えておいてください。ファスティングで、腸内細菌をですね、ほとんど排泄してしまって、リセットしているわけなんですよね。そんなところに腸内環境を悪くする食事、例えばお肉とか、卵とか牛乳などの、高脂質であったりとか、動物性タンパク質の多いものというものを取ってしまったり、あるいはですね、添加物とかを取ってしまうと内臓にですね、急な負担をかけることになりますよね。そうすると、せっかく内臓を休めたことによって元気になっていたものがですね、急な大きい負担がかかりますので、全て無駄になってしまうんですよね。そのため、この回復食っていうのはファスティングの全期間の中で、準備食があって、ファスティングがあって、回復食っていうこの期間の中で一番大事だというふうに言われています。なので、腸内環境を悪くするようなものは回復食ではですね、取らないようにしなければならないということなんですね。また、お肉や油とか、甘いものなどですね、この時期に悪玉菌というのを増やしてしまうようなものを取ってしまうと、悪玉菌が勝ってしまう、悪玉菌優位な状態になってしまって、ホルモンの分泌異常を起こしてしまったりもしますので、病気になってしまうこともありますので、本当に回復食というのは本当に大事なものなんですよね。私のようなですね、ファスティングの専門家の指導を受けながら行うことっていうのはものすごく大事なことになります。やっぱりその自分だけその回復食っていうのをしてしまうと、間違った知識とかですね、油断とかやっぱ出てきてしまいますので、ファスティング明けっていうのは特にその油断しやすい時期なんですよね。やっとその固形物は食べられるっていうので、やっぱりそのいろんなものを食べたりとかしてしまって、その気持ちに油断ができてしまって失敗しやすい時期になりますので、やはりサポートを受けながら行うっていうのは大事なことですね。またファスティングの後っていうのはですね、消化器が赤ちゃんの状態に戻ると言われています。消化器というのは、食道であったりとかですね、胃とか小腸とか、大腸とかですね、これらが赤ちゃんの状態に戻っていきます。赤ちゃんはですね、お母さんのおっぱいを卒業したら、卒乳したらですね、まず消化に優しい離乳食から始まりますよね。柔らかくしたものですよね。そんな赤ちゃんがですね、いきなりお肉とかを食べたらどうなるかということを考えてみてください。そういうイメージを持っていただくといいと思います。なのでですね、回復食期間を間違ってしまうと、せっかく準備食とかファスティング期間というのを頑張っていて、内臓をリセットしてすごくいい状態にしていったものがですね、全て無駄になってしまって、逆に体を壊してしまいかねませんので、とても注意していただきたいと思います。また食べるものも重要なんですが、食べ方っていうのも重要になってきます。で、そちらもお話しさせていただきますね。まずよく噛むことっていうのが大事になります。最低30回は噛むことを意識してください。30回って結構多いんですけれども、これにすごく大事な効果があります。噛むことでですね、まず唾液っていうのがよく出てきますよね。唾液が出ることによって食べ物を分解しやすくなることになりますし、また膵臓からですね、十二指腸に向かって、その十二指腸に消化酵素っていうのが多く含まれる膵液っていうものがたくさん分泌されることになりますので、より消化を、促進してくれるんですね。そのためよく噛むっていうことが大事になります。そうすることによって
脳のですね、満腹中枢というところも刺激してくれますので、満腹中枢が反応して、満腹感を感じやすくなってきますので、消食効果も出ることになります。なのでリバウンドを防いでくれることにもなるんですね。またもう一つポイントがあって、回復食はですね、通常、おかゆとかおもゆから始められることが多いと思うんですけれども、昆布だしっていうのがとてもおすすめになります。昆布だしにはですね、グルタミン酸というものが多く含まれていまして、このグルタミン酸はですね、腸内細菌の餌になるので、なりますので、より腸内環境を良くするっていうものなんですね。ですから、すっきり大根から始まって、おかゆとかおもゆとかでですね、ぜひ昆布だしを使っていって、味をつけていただくと、すごく腸にもいい、料理っていうことになりますので、こういう、こういう理由から、昆布だしを使っていただきたいっていうところになるんですね。はい。今回はですね、回復食がファスティングにおいて最も大事な理由ということでですね、せっかく良くした腸内環境を悪くしないようにしましょうとか、食べ方の問題とか、赤ちゃんの状態に戻っていますので、いきなり硬いものから、刺激のあるものから取ってしまうと、いけないですよというところをお話しさせていただきました。もしファスティングにご興味がある方はですね、下の、説明欄にホームページのリンクを貼り付けておきますので、そちらから、ホームページをご確認ください。はい、それではですね、今回の動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画を欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。